What is going on, guys? Welcome back. Some more Ghost of Tsushima. Alright, we found another fox then. We're just gonna go ahead and grab the said fox then, since we're right here. Alright. I'm with you, little one. Look at him make his way up. He's just chugging along. Quick gear change. How about that? That's neat. You would. Oh, we got some supplies down there. Hey. Thank you, Stupid Fox. You staying around? Can I pet you? I don't know where you went. That's sad of me. Some supplies. What? Oh, we can actually just fast travel there? Oh, that's neat. Screw it, let's do it. Just boop. Make it a little quicker. Family man. Jin, 少し話せるか? We kill him. 今のは一体。梶原という男が我が館に刺客を放ったことが分かった。奴も犯人の一人だ。梶原の家はこの近く。坊主が場所を知っておるが、口を割らぬのだ。それでは私が聞いてみましょう。Hello, good sir. Tell me where he is. 純心、無事で何よりだ。酒井様もご総見で。梶原というものを探しておる。居場所を知っておるが。雅子様はひどくお怒りのご様子で、あやつを殺めるのではありませんか。足立家を襲った連中とつながっておる証拠があるのだ。まさかあの梶原が一介の心優しき漁師でございますよ。雅子様は我をお忘れなのでは。純心、話をするだけだ。本当にお話をするだけならば。道沿いに海へと進めば浜に梶原の小屋があります。 On the beach。 それで道沿いに浜へ参ります。世話になったな、坊主。幸あらんことを、雅子様。いかにしてあの堅物から聞き出したのだ。私の言葉には頑として耳を貸さなかったぞ。あなたを恐れておるのです。恐れる？なぜだ。時にいたけだかかと。何と責められる覚えはないよ。 You can be intimidating。 残虐なこと。かつては館の下なんでな。有能ではあったが、いかんせん気短であった。大目に見てやったものの、影では己の妻と娘に手を挙げておったのだ。けど目が家族に害があるとは。即座に館から追い出し、その妻子を我が家でかくまうことにしたのだが、翌日には
夫の元に戻ってしまった。人は変わりません。期待したとて裏切られるだけです。この道を進めば浜に着く。見つかるのは避けたい。Let's go murder some people. 慎重に進みましょう。梶原なら家族を盾にしかねません。あれが梶原の小屋でしょう。猛虎がおりますな。一家全員すでに殺されておるかもな。もしくは逃げ延びたか。行きましょう。One, two, three, four, five, six, seven. Oof. I am not doing a standoff. Are you insane? Oh my god, are you kidding me? Der Wurf ist Tarfla! Han! Harak du schon! Ready! Tarfla! Fucking A, man. God damn it. Fucking stupid. Moving shit the last fucking second. It's getting so fucking old in this goddamn game. It's like as soon as you shoot, the game's like, oh, I know what you're doing. Just try, motherfucker. You're gonna die.一家は小屋におるやもしれません。刃が血に濡れておる。猛虎の兵具ではなさそうだな。寮の道具です。梶原の妻子にそういないかと。いずれこうなると思っておったわ。猛虎が殺したのでは。ならば梶原の骸はどこだ。真新しい布。布ではない。絹だ。一階の漁師が買える品ではないぞ。Oh, there's still more in the house?ここに足跡が外へ続いておる。梶原のものやもしれません。一人で逃げおったか。足跡を追いましょう。梶原か。政子様、猛虎に襲われ
妻と娘が。よくも抜け抜けと。お前が殺した。頼まれたのです。猛虎に殺されるよりは救いがあると。己ジェン、一族を殺めるため館に刺客を送ったのはお前だな。主の名を言え。答えれば楽に殺してやってもよいぞ。己が妻子にしたようにな。あのお方は分かってくださったのだ。何を分かってもらえた。あんたのせいで身を滅ぼし、家族を食わす銭もなくなり、路頭に迷わざるを得なかったことを。あれ以上は聞くに耐えん。全て出任せでしょう。身を滅ぼしたこと以外はな、貞男を見ておる気分であった。犯人どもは遺恨から館を襲ったようです。深い恨みを抱く武士が率いておるようだが、全く心当たりがない。突き止めねば。よし、影。All right. She's got a lot of anger and kills people before they keep talking. Makes you wonder, don't it? Such a good horse. Let's see where we are here. Mod increase to melee. So her next, yes, that is her next one. So we'll go do that one, finish her tales probably for this area, and then we'll do Eunice. We'll kind of finish the rest. Too bad you can't like cut this stuff as you're running through. That'd be neat. いらぬは役立たずに。百姓も悪いわ。そうかもな。酒井様、お見苦しいところを。純真、今のは何だ。人探しを頼まれたのですが、私ではお役に立てず。探すとは梶原のようなものをか。見つけたのですか。ああ、自ら妻子を殺めおった。私はなんと愚かな。力を落とすことはないぞ。何も隠してないのだな。こたびは誰を探しておいでか見当もつきません。案ずるでない、俺が話そう。ありがとうございます。加えて村のこともお礼申し上げねば。これで立て直せます。民のために尽くしてくれ。では。そうしたものと一緒に。そうか、助かった。尋ね人は見つかりますか。形状に名があった盗人だ。手を貸しましょう。私に始末をつけさせろ。武装した者もおると聞きました。
浪人だろう。だからこそです。確かに一人では手に余る力を借りよう。なれど、詮索はしてくれるの？承知しました。浪人は村外れにある橋に向かったらしい。ついてこい。I'm always following. Lead the way, lady. Because it doesn't show where we're going. Yeah!盗人とは何者ですか？あろうことか、襲われた我が館を漁り、貴重品や家宝をまんまと盗み寄った女だ。そやつの名はマイ。我が家のかつての次女だ。3年前、盗みの現場を抑えられ、夫を怒らせてな。穏便に済ませたかったが、糸間を取らせた。処遇を悔やんでおいでか。あやつとは親しかった。裏切られ傷ついたのは私だ。Seems to me every time she brings up something, something always happens to someone that they did to them, and all of a sudden they get retribution. Huh. Who would have thought? 何でも売ってやるから、今少し待っておくれ。もう遅い。主が直々に売るそうだ。さあ案内しろ。金をやる。だから任せて。金などないくせに。櫛がある。金と真珠の飾りだよ。私が送ったものだ。なかなかいい値で売れそうだ。よせ、主に殺される。ざれ事はいい。宝の在りかに行くぞ。マイと話すのであれば浪人は処するべきです。数を減らすほどに家宝を取り戻しやすくなるかと。見つかるでないぞ。マイが傷ついてしまう。But wait, what? But as soon as you kill one, they notice. Kizukarezo. Nan no to da, mite mio. Doko ni iru? Dare ka iru? Why would it matter if you alerted your target?Like, I just chained Assassin 3 of them. I could kill the next one.
てるぞ。This is really fucking stupid. Fucking stupid. Stupid as shit so far. Don't alert your target. Chain assassin three of them, and all I gotta do is throw a blade at another one? But it's like, you've been caught. It's like, it shouldn't fucking matter. They're dead.坊主は気づくや否や壁の下に隠れました。Defeat the Ronin without being seen. They died. They were dead. They were no longer alive or available to kill me or see me. But she sees me. God forbid, had to fucking restart. What the fuck is this bullshit? What a fucking stupid ass mission. Whoever made this mission, you're a fucking idiot. Defeat the Ronin without being seen. I killed all the Ronin. She spots me and runs away. It's not like we can't just catch her and be like, alright, where the fucking shit out, bitch. But no, it's just like, oh, you were spotted. It's like, yeah, but not by Ronin. They are all dead. It should make no difference whether or not I was spotted by her. それが女は気づかれるぞ。飛んでいきますが、女は火を吹き金を溶かそうとしたところ、中の坊主は
りだ。侍だな。行かぞ。麻子とその犬につけられておったわ。殺して。マイと話をしたい。お待ちしましょう。あの人殺しどもに頼まれて我が家宝を盗んだのか。なぜ私を裏切った。いいえ、背を向けたのはあなたの方。そなたを助けたのだ。夫は死罪を望んでおった。わからぬか。分かってはおりました。良いか、私は足立家の女なのだ。盗人とは共に行けぬ。今でもあなたならば誰の差し金か言ってくれ。家族の仇なのだ。殺されます。そなたに手出しはさせぬ。隠し場所へお連れします。お主の主は侍であるな。その名は愚か、顔も知りません。あちらから文が届くのみなので、我らのことは知っております。なぜだ。わかりません。文にはあなたを深く慕う気持ちも、その痛みもわきまえていると。一体舞と私は深く思い合っておった。主は宝が壊れていないかどうか、ひどく案じておりました。売るつもりでしょうか。あれは一族にとってのゆかりの品。売ったところで金にはならん。ならば元より売るつもりはなく、手元に置いておくためか。文での物言いもそうです。自分のものであるような。足立家より他の家に渡ったことはない。生き残った者もおらぬはずだが。あの茂みに隠してあります。ジン、取ってきてくれ。別れの挨拶をしたい。そなた、浪人どもあの騎士を売ろうとしておった。家宝を守るためでした。あなたが来てるかし返そうと思ったのですが、どうしたらよいか分からず、騎士は手放さないで。Family Flute。礼を言う。マイはすでに去ったぞ。ジン、伝えておきたい。実は皆まで話す義理はありませぬ。私にとって夫が全てなれど、マイのことも等しく。分かっております。この心に偽りはない。奴らの主に慕われておる様子。夫以外で夫婦になろうと思った者はおらぬ。ただの一人もな。やはり出任せ、話を合わせ舞を引き入れたのか。一体誰がかようなことを。探しましょう。じきに見つかります。叱る時が来れば報いを受けさせる。
Okay, let's look at that one. That's interesting. Got an update as well. So let's see here. Oh shit, we're gonna do 8 of 9. Alright. I see you. Moderate increase the stack damage. Okay. So which way am I going? That way? Alright, so we're just gonna go ahead and pause this here. And we will pick back up in the next episode. So stay tuned. Thanks for watching, guys.